らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! ニコファーレからニコニコ動画本社に移動してまいりました。ニコニコ動画本社の3階にはショップがあるんです。どんなものがあるのかな。やっぱね、こうニコニコ動画っていうそういう、ね、会社さんにグッズのショップがあるっていうのがすごいですね。これはニコニコ動画のニコニコテレビちゃんです。あ、みんな聞こえますでしょうか。 BGM を初音ミクかかってます。さすがですね。わ、歌ってみ、もうニコニコ動画ならではの歌ってみたここでしか買えないグッズもね、多分いっぱいあると思うんですよ。初音ミク人気ですね。さあ、チェックチェック。これかわいいですね。ソースかけてみた。面白い、食品も売ってるんですね。いかがでしょうか皆さん。靴下、ニコニコテレビちゃんはなんでニコニコにしないんでしょうかね。あ、ニコニコテレビちゃんをニコニコさせるんじゃないですかね。違うかしら。お箸、日本っぽいお箸売ってます。さあ、こっちお菓子売ってますよ。これニコニコ動画のお菓子ですね。ちょっと美味しそうですね。食べたいよ。いちごチョコ餅、お尻もいっぱいになっちゃう。あ、これテレビちゃんと2万5、そうなんですよ。おっきいニコニコテレビちゃんもあります。ショップはね、いつ来ても楽しいですね。女の子にはシュシュだったりつけまつげなんかも売ってます。これね、つけまつげでおしゃれをしてニコニコ動画に自分の動画をアップするのなんていいんじゃないですかね。あとね、もうやっぱりオタクにとっては必需品、マウスパッドね、缶バッジもいっぱい可愛いのがキュートですね。これあれですね、星座になってるので自分の星座をつけるといいですね。私は天秤座なのでこれですね。なぜニコニコ動画でこう初音ミクちゃんが人気だったりとかするんですか。どんな関係があるんでしょうか。あ、もともと初音ミクが、まあ、話題になった時に、その時にちょうど、まあ、ニコニコ動画に今のそれをまあよくアップされてるというか、もうちょっと詳しく話すとですね、ちょっと話に長くなっちゃっても大丈夫ですか。あのニコニコ動画の場合は権利物の映像を、まあ、あの、まあ、一時すごく精査したというかですね、削除しちゃったんですよね。例えばまあ他の動画サイトさんとかだと一番見られてる動画ってやっぱり、有名ミュージシャンの PV であったりとか、まあ、あるいは、ドラマですよね。テレビで流れてるドラマとか映画とかがそのまま上がってるものがランキング上位だったんですけど、まあ、ニコニコ動画の場合はそれをまあなんとかせえと、まあ、なんか言われてですね、それでなんか一斉削除したんですよ。その結果そういった権利ものではないこういったまあ、初音ミクさんとか、まあ、あるいは、その他のボーカロイドを、元に作られたユーザーが自分たちで作ったものっていうのがランキング上位に上がるようになったんですよね。でそれで、もちろんなんかその動画を上げる投稿主さんですね、ボカロ P さんとか、まあ、作ってる人とかに関して、まあ、してみれば自分が作ったものっていうのはより注目を集めるサイトで上げたいっていうようなモチベーションが、まあ、出てくると思うんですけど、それでニコニコ動画がこういったボーカロイドとかの楽曲が中心にたくさん上がるようになったっていうような歴史があります。なるほど。歌ってみたっていうのをちょっと教えてください。何でしょう。あ、もうそうですね、既存の楽曲っていうのを、まあ、あの歌が好きな、歌を歌うのが好きなユーザーさんが自分で歌ってみたっていうところから、まあ、そのネーミングが始まってるんですけど、そうですね、今のニコニコ動画の歌ってみたのジャンルでは主にまあボーカロイドの楽曲であったりアニメの楽曲であったりを、まあ、いろんな人が自分で歌ってカラオケですね、歌ってそれを上げているっていうような状況になってます。はい、まあ、3階はショップでした。2階に行きますとなんとですね、ニコニコ動画のカフェがあるそうなので、サクサクっと皆さんにカフェを紹介したいと思います。こちらですね、ちょっとね、お客さんが食べてらっしゃる、サラサラっとサクッとこんな感じで、ちょっとね、素敵なおしゃれなカフェです。おお、すごいですね。実はですね、ニコニコ動画ここでですね生放送をやったりで、今生放送してますね。生放送してますよ。こんにちは。今いきなり大丈夫ですか。あ、いいですか。こんにちは、フランスのケーブルチャンネルです。何じゃないですか、それは。これフランスで放送されます。はい、はい、フランス語言えるよ。あ、どうぞ。ボンジュール。ニコニコ動画の魅力って何ですか。魅力、なんかラジオとは違ってコメントのすぐ返ってくる、はい、のですごい、すごいなんかいろんなところの人と会話ができる、うん、
今までじゃあニコニコ動画、あ、もう放送何回目ぐらいなんですか？1年経ってます。ベテランさんですね。ベテランさんですね。そんなにベテランじゃないです。今までやってて一番嬉しかった思い出は？嬉しかった思い出は誕生日とかなんかことあるごとにみんなにおめでとうって言ってもらったりできることですね。あとは私の好きな生主さんが逆に来てくれてるとか。なるほど。じゃあ一番最悪な思い出を。最悪な思い出ですか？特定ですね。住所とか名前と本名とか全部特定されたりするのはちょっと嫌ですね。されたことあるんですね。ありますね。2回くらいあります。あの、私もちょっと職場に来てとかっていうのもあるのでそれは嫌ですけど。楽しかったです。ありがとうございます。とね、こんな感じでですね、喫茶店の中でこう生放送、こうね、ここにもニコニコテレビちゃんがいます。ニコニコテレビちゃんは食べられません。ソファーにはニコニコテレビちゃんのクッションが置かれていて可愛いですね。これまるでニコニコテレビちゃんがくつろいでいるかのように見えます。本当におしゃれなカフェです。みんなも原宿で遊んで疲れたらここに来てお茶を飲みながら放送を見たりなんかできますね。なんと1階はですね、ニコニコ動画のスタジオになっています。本物のスタジオですね。ちょっとね、お邪魔にならないようにサクッと突撃したいと思います。こんな感じでここでですね、いつもニコニコ動画の本放送がされてるんですね。あー、みんなも好きかって書いてますね。いいですね。私もなんか書こうかな。イエーイ。テレビちゃんはどうしてニコニコしてないんですか？なんでですかね。初めて聞かれたんですね。